県は今日から、長崎港における国際クルーズ船の予約受付を再開しました。クルーズ船内の感染症対策や県内の感染状況を確認した上で、保健所の合意を得て予約を受け付けるとしていて、県によりますと、すでに今月から来月にかけて20席程度の打診があるということです。手続きが滞りなく進めば、 2020年2月以来となる再開第1号の船が今月中旬にも入港する予定だということです。